池田長重は、江戸時代中期の旗本。通称は修理。官位は、十五位下、地区後守る。戦下藩主、池田正春の四、男として誕生した。陽名は玄之助。旗本池田聖林の養子となる。安永四年十一月8日、養父の医療を継ぎ、うるう十二月二十二日、中奥藩士となった。天明元年十月一日。 小十人党となり、翌天明2年12月12日、目付となった。天明7年10月2日に、京都町奉行に抜擢され、11月1日に、十五位下、地区を守るに助任している。完成元年9月7日、江戸南町奉行に移動。完成7年6月28日、大目付に就任した。完成12年、死去。あと、 無効用紙の長吉が継いだ。強炭な性格であり、破裂、強引な仕置きも多く、職務において、失態を犯して将軍への配慮を禁止されたことも、幾度かあったが、陰出さのない単純明快な人物であり、反差の案件にも、果敢に踏み込んで大胆な措置を下すため、一定以上の人望があったという。老中主座、松平定信の側近である、水野以長が表した。 吉野の冊子によれば、長重は感情豊かでコミカルな人物であったらしく、ミスを犯して落胆しているところを定信に激励されてすぐ立ち直ったり、その定信が老中を悲鳴させられた際は大声を上げて泣き叫び、鬼の目にも涙とはまさしくこのことだと評判になるなど、激しく一気一憂する長繁の姿が伝わっている。ありがとうございます。